スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、MSS プロレスです。ヘプラ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 、はい、私が FB37 です。アルマットです。俺がキックマークです。ヘヨです。シーンとするな。やり終わった後みんなで顔見合わせてなんかあんのみたいな。やっぱやりきったから自己紹介終わったからもう。はい、じゃあ今回もやっていきましょう。よし、気合い入れろ。いいね、重力のポーション、ハイパーすごい。キエー、ハイヤー。気をつけろ気をつけろ、ゲック。あれ、アルマは天国に飛び立つって言われてる。え？聞くだけ。ああ、それ昔の俺だわ。あ、昔のお前の情報。いやー、もうムカつく、魔導士。その角度やめろ、バカ野郎。進めねえ。おら、やべえ、後ろから来たぞ。ブラー、死んだ。はい、死亡。全然天空じゃもない。おい、この世界クソなんちゃうの。かもしれない。新しい世界飛び立つ。またかよ。終わりがない。また俺家作るのもうやだよ。こんなに作ったのに。早く次のやつ来いや、来るなら。何と戦ってんのそれ。よし、ハーピー。ああ、俺だから今空を旅してる。もう自由すぎるだろ。重力のポーションっていうのを使うと。ああ、重力のポーション使ってんのね。そう、で天空城ってのは金の鍵でしか開けられない宝箱があるから、うん、それにいいもんが入ってる可能性があるから、それを探してる。だけど天空城な。ないね。結構あるんだけどね、天空城。あ、あった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 。お、いいね、早いね。ありました。よし、何入ってる。おお、なんだこれ。スターフェイリーだ。何それ、強いの。そんなのない。かっこいいねこれね、確か。ああ、星落ちてくるやつか、もしかして。天空城もうない。もうないの。いや、何個かあると思うけど、ね、いや、ここで限界だわ。あ、限界突破だ。何、世界の味。うん、こんなんで来ないよ、お前。穴はその横から行こうと今掘ってたとこ。あれ、いねえじゃん。お前これ二段ジャンプない俺に対する当てつけかよ、お前。あー、かわいそう。お前登んなくていいから、もう降りれ降りれよ。俺も掘ってくってこと。あと横掘れば繋がるぞ、一応。ちょっとアルマ、そこは攻撃しててくれ。分かった、いい、俺掘ってくか、お前。分かった、アルマ掘ってくれ。じゃあやばい、前から来てる。いてぇ、死ぬぞこれ、チキショウ。うわぁ、うわ、耐えろ。とりあえず、よし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 。今置けるけど、ちょっと待って。敵がいすぎて無理だ、置き場がない。頼む。うわぁ、ちょっと、やめたか。よし、今置ける今置ける。うわぁ、マジかよ。これ無理だな。くそ。エオエオさんからお手紙届いた。中身は全部真っ黒だった。あー、怖いメンヘラ。何その歌。その歌のは怖いわ。あ、攻撃できない、攻撃できないよ、怖い、死ぬってばよ。あー、コフィーだね。あいつ早いな。くっそ。エオ、どうなの、そのトンネルの様子は。トンネルはね、ダメージ食らわないと思ったら結構食らうね。うん、なんで。いや、すぐ魔導士が攻撃。ああ、もうダメだよ、無理。もう試しに行ってみ。おう、お、こっからもう敵の攻撃が結構来てる。よし、じゃあ俺が守って出るから、お前掘れ。そこ全員で掘ってったらいいんじゃない。うん、確かに。ゼパイルさんの教えを。なるほど、横抜きや。そう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 、全員でやればなんとかなるっていう。でもこれ一体どの程度の場所なのか。攻撃できない、どうした。いや、全然足りてないと思うよ。あ、攻撃できた、いってて。とりあえず開けてみよう。ここでもショートカットできるだけだいぶ違う。確かに。よし、来たぞ。俺来たらもう、大体待ってた。もう少し下でもよかったんじゃないですかね。まあまあまあ、またこの右から下に掘ればいい。ああ、うん、じゃあ
次下行くか。行くか。そこ埋めないと。誰が閉じてここ。なんでさ、うん、ここよりもっと下の方がいいっていう時にやめなかった。なんで貫通させた。いてー。ダメだこいつらめっちゃくる。めっちゃ攻めてくる。クソ。スパイクボールだ。おいいぞいいぞいいぞ。おいいねスパイクボールマジ強い。よし。穴埋めろ。あのもういいもういいよ。よし。一人犠牲にして埋めたぞ。すげえ、だって全然深くないぞ。さっきの扉のとこだ最初の。ねえ。おおけどいい感じに。そんなとこまでそんないと。そんないと。そんないと。イングベイの真似して。唐突すぎる。なぜそのモノマネが聞きたかったんだよ。あ、落ちてきた。下に空間が広がってる。本当だ。いいね。足場作れよお前ら。俺死ぬんだから。かわいそう。下のモンスターをちょっと木の足場ぶち殺すわ。あ、攻撃できなくなった。よし。真下に行くか。真下の方がいいと思う。あ、そしたらまた続いてるぞ。あ、もうライ。俺ねえんだぞ。横に海が広がって、湖が。え？地底湖だな。どうなってんだよ。どうなってんの？横ほら。ん？見え。あ、本当だ。クラゲがいるもんだって。クラゲいるね。どうしよう。俺そう掘るなよ。掘るなって。水入ってくるだろ。やめろやめろやめろ。なんだこいつは。お滑る。とりあえず下行こう。そんなにでももっと深いはずだと思うんだけど、ね。あ、下にて空間があるっぽいぞ。マップを見てみようか。あー、ちょうど地底湖があるんだ、ほら。へえ。はいはいはい。うん。じゃあその下に行けば OK。はいはいはい。ちなみに、なんだここは。本当に最深部までは。お、ハートあった。倍ぐらい掘んなきゃいけない。まあ相手まんまで取れてない。うわあ。相手まんまで取れてないやんけ。しかも落ちてった下に。ここ海じゃん。まだ下？全然下？ああもうちょっとだね。これどこだよ。これなんか落ちてきたぞ。なんか変なやつ。変なやつ。あいつ何？あいつ見たことねえやつ。なんだあれ。なんだあいつ。謎の中国人みたいなやつ。めっちゃテンションなかった。でもなんかちょっと怖いからね。怖いな。あ、ここ下もうダンジョンだ。来た。よし。やばい。うわ来た。攻撃してるから。クソバレたぞ俺らの。バレた。なんだあれ。右側にもある。いて。右なんだろう。右部屋あるぞ。掘る？まあとりあえずあ右に？うん。任せる。じゃあちょっと右。じゃあキックは右掘っとけ。うん。俺らは左のダンジョン攻略しよう。わかった。はーい。右開通。上からも来なかった。いって。よし開通。よし。スノーブリンクス。何こいつ。うわ、こ全然まだ深い。マジかよ、ここなんだよ。じゃあやべえ。まあここにもなんかある。ちょっと行って。うわうわ、ダメだダメだ。なんだこの、あーやべやべ、これ車輪来るのか。ここ車輪来るね。一瞬で死ぬ。あーなんかいる、メカニックいる。メカニック助けたぞ。やったー、死ぬー。助けるってここ勝手に上に、ま、登ってくの。あいつ連れて帰ってこい。勝手に登ってくる。よし、俺はもうダメだ。メカニックを助けて。でもここまでやっぱ自動で行けるようになったのはでかい。よし、どっから攻撃してんの。北海道の歌を歌うじゃん、これ、うん、北海道はでっかい道、でっかい道は北海道。わ、雲の巣やべ。あー、なんだここ分かんないわ。ハイキックまだで死にました。死因多いわ。やべ、闇深に飲み込まれる。そしてドラゴンスカル。死ねえ、ドラゴンスカル。よし、車輪何なんだよ。車輪強すぎ。車輪ガンだから、ね、カカシ先生。そんなバナナ。でもアルマだいぶショートカットできる。3つ作っといたから。キックンルートから行った先から行けるようにしといた。あ、マジでそっち、うん、深っ。
死ぬでも宝箱いっぱい、宝箱いっぱいじゃん。はい、死亡。みんなどこにいんだ。出してた今、俺は俺。ああ、設置型爆弾。はい、罠。キックンがだって設置型爆弾にかかって今めっちゃラグったもんやっぱ大事だったんだね。コッパーみじんだった、うん、よし、ここで耐えきれば俺の勝ちだ。おらくそ、アイテムがいっぱいで取れねえよ、アイテムがよ。元も子もねえじゃねえかよ。ああ。ほんなんかアクアセプター手に入れたけど、これ多分魔法系だからね。魔法、魔力ないから俺ら。マジでないのさ。お前あると思ってたの、自分に魔力が。確かに星3つぐらいあるぞ。星3つ。そうだって今アクアセプター2回攻撃したけど俺使えなかった。あらら、あらら、あらら、悲しいねはぁ、はぁ、お、村正。おー、村正。え、村正入って、よくやった。村正結構強い武器だぞ。村正って何、どんな攻撃できんの。いや普通に剣だけど、剣の中でも攻撃力高いやつ。確か攻撃速度もめっちゃ速い。これダンジョンクリアじゃない。俺はダンジョンクリアと言っても過言ではない勝手に切り替えた。でも確かにクリアだわ。いやー、やったー。映したけど俺はもう帰れない。で、ここ暗、死んでも大丈夫だ。なんだこれ、なんだこれなんだこれなんなのこいつら。クローン帝国の逆襲でしょ。ダンジョンの脇速度おかしいよな。やばい、考えたら誰だよこれ貫通するのは卑怯だろ。このぐらいの脇速度でどういう人だって。何もできやしない。とうとうアロマがやられた。腹渡を引きずり出された。ちくしょう。どれだよ村正。攻撃力なんぼ。19だね。でも攻撃速度めっちゃ速いから確か。あ、もう家壊してんじゃねえか急に。村正じゃねえぞそれ。村正じゃねえ、ツルハシだった勘違いしてんじゃねえぞ。ほら治った、さすがさすが。治ったのはいいけどさ、早くないけどすごい攻撃範囲が広い。ああなるほど、それはいいかもしれない。そういう武器だったな。迷子の女の子見つけたぞ。お、え、マジで。なんだそれ、何の意味があるんだ。わかんねえ。とりあえずこいつを救出すると同時に俺の所有物として。迷子、地獄だ下は地獄だ地獄イズデッツ。妊婦。あ、妊婦って敵じゃん。敵やんけ。うち敵じゃねえかよ。しかも妊婦ゲロ強いで。妊婦超強いぞ。こいつ死なねえ。バケモンや。うわ、にティムも現れた。なんだよお前ら、セットかよ。無理ですわ。つぼたせだこいつ。つぼたせなんすか、つぼたすって。つぼたせ、つぼたせでしょ。マジかよ。その裏で大江さんが引っかかっちゃった。はめられたわその裏でひっそりエオさんが死んでます。別にそこ言わなくてもよくなかった。アークデーモンだ。マジか。うわぁ、あー、もう強い。一人だけ世界違うぞ。アークデーモンにはもうどうやっても勝てないわ。さっき適当に深く潜ったからもうどうやって行くのかわかんねえ。お前らアークデーモン俺の代わりに戦ってくれよ。アークデーモンって何そもそもどっからそこに行ったんだよ。え、戦ったことないの。ない、アークデーモンは見たことねえよ。おっと、また宝箱見つけた。どわーら、たたたた、もうなんだここ、どこどこ、なんか手に入れた、なんか手に入れた、なんか手に入れました。なんか手に入れた。わからんわからん、もう調べてしまうから、もうはやー、ガリアン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 、ブルブルブルン。いやでも大体調べたぜ。そうだね、確かに。まあこんなもんか。こんなもんだろ。まあサムネゲットしたしな。いやそれがでかい。ヒュー、これマジックミサイルもほら使えないわ使えない。2回で使えない、使えないんだ。ほら使えない、ほらほら、はい、使えませんはい、使えません。おい、おい、おい、24のダメージ、強い、ほら、もう1回使えませんほら、強い
はい、でも、ま、だいぶこれダンジョンはほぼそうね借り尽くしたといっても、そうかもしれん、そうですね、これでそうかもしれん、うん、なんとかなるんちゃう。